あゆさんは、日本の競争馬、繁殖品馬。主な勝ち倉は2013年大歌賞。馬名の由来は、人名古賞。デビューは10月6日の東京競馬場の芝1400メートルの二歳新馬戦。中段から、最後差し切り、デビュー戦を勝利で飾った。その後重賞のアルテミスステークスに出走。後方から追い込み2着に入った。 しかし、暮れの阪神ジュベナイルフィリーズは、後方からの競馬になるも7着に敗れた。チューリップ賞では、全3層とは違い、前目の競馬となり、結果3着に入り、大花賞への優先出走権を獲得した。陣営は、この後、日本には戻らず立東トレーニングセンターに入球し、大花賞に備えた。そして、大花賞は、主戦の丸山元気が、前日の福島競馬で、 落馬骨折して乗れなくなってしまったため、急遽クリスチャンデムーロに乗り代わりとなった。レースは中段からの競馬となり、最後は兄のミルコデムーロ機乗のレッドオーバルとの一騎打ちとなり、一度はレッドオーバルが先頭に立つも粘り越しで、最後差し切り、大箇所を制した。クリスチャンはこれが日本の GI 初制覇 史上初の外国人ジョッキーによる大歌唱制覇となり、管理する手塚隆久もこれがクラシック初制覇となった。また、デムーロ兄弟の一着、二着は JRA の GI レースでは史上初の兄弟ワンツー。ディープインパクト3区も3年連続の優勝と、昨年に続いて一着、二着となった。さらに直前の機種変更による大歌唱制覇も、 史上初となった。しかしオークスは中段からの競馬になるも最後伸びきれず、4着となり2巻はならなかった。秋はローズステークスから週火賞のローテーションを組んで調整していたが、左前歌詞部炎症を発症し、2013年いっぱいは全球することになった。休み明けとなった中山記念は最後は直線伸びず、最下位の15着、続く ダービー協チャレンジトロフィーも11着に敗れた。その後、レースに復帰することなく2014年12月26日付で競争馬登録を抹消した。引退後は、下神戸牧場にて繁殖品馬となった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。